はい、今日はね何しに来たかというと、泉のある自販機をねイガちゃんに紹介してもらいに来ました。頼みないですよ。あ、本当に？みんな初体験？初体験。じゃあちょっと自販機見てみましょうね。あ、ほらほらほら、あったよほら。昆虫食の自動販売機って書いてある。昆虫食自動販売機、サゴワームの水煮、クリスピーサゴワーム、ピーナッツ風味、お茶風味、こっち何、コオロギクッキー、カイコクッキー、ふた星コオロギ大、ヨーロッパ家コオロギ、何これ、何が出るかな、ハテナ、オケラ、イナゴ、赤足飛びバッタ、カイコのサナギ、タケムシ、セミ、セミありますけど、セミありますけど、はい、じゃあ何言いますかね。クリケット。クリケット、あ、クリケットね。何のこと言ってんのかなと思ったわ。クリケット買う、いいよ。じゃあしてねえよまだ。なんか見えないですね。なんか見えないね。イガちゃん、後悔しない？誰も自分で食べるとか言ってないですよ。え、ここで食うの？これね、電子レンジ等で温めるとさらに美味しくいただけますって書いてある。うわ。いいじゃねえっすよ。うわ。思ったよりセミ。思ったよりセミ。はい、じゃあお願いします。これうまいね。うまい。これで少ない、食べたことない味だよね。普通の食べ物、まあまあね、煮物のお菓子のやつに、うん、つまみのやつにありそうな、うん、そうそう、そうだよね。何の感動もないです。そんな、なんかね、なんかこれでものすごくまずいとかだったらちょっと反応もできなくてさ。1000円払ってまで食べる価値があるかというと、どれ、クリケットどうぞ。本当に言ってんの？これはうまい、ね、うん、はい、イガちゃん、はいはい、コオロギ見せてくる、見せてくる。え、本当に？本当に？見た目はやばい。人類いつかは虫食べる運命にありますか、ね、目的かな、まあね、うん、はい、まあ、俺らはいわば先駆者だ、ね、あ、うまい。ほらあれ、エビ、うん、エビがっつり。イガちゃん、その上 の, あの釣り餌ですよね、それね、はい、釣りに行くんですよね、それやってマジでうまい。はい、サゴワーム、で釣り餌ですよね。何度も言いますけど、何度も言いますけど、それ釣りに持っていくようですよね。はい、あ、じゃあ。あ、大きいの？大きい。ちっちゃい声で大きいって言われてます。え、何？え、ない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 。大きい。え、そんな、え、
今見えちゃいけないもの見えた気がする。これはやだ。これよくあれだ、あの原住民とかが食ってるやつだ。ちょっとめっちゃリアルですねこれね。これさ、ちょっと思ったんだけど、この浮いてる白いのあるじゃないですか。これ脂肪ですよね、これね。これ脂肪ですね。これ脂肪ですね。これ虫から出た脂肪ですよね。だからそう思うとリアルですね。行く。それ演技ですよね、演技ですよね。あ、でもちょっと目元潤んでんのも演技じゃないね。禁止だわ、放送禁止だわ、これはね。これ放送禁止。ちょっとついてますよ、それ。ちょっとついてるよ。もろですよ、もろ言いますよ。うん。おばあちゃんのです。大丈夫です、しっかりこれ。あ、ちょ、待って。やばい。もう体がダメなんだ。そう、あのね、気付けない。あのね、外側はそこでもない、そうでもない。中身。感じたことない痛みを感じた瞬間に拒絶するから体が。はい、じゃあね、まさかの調理編ということで。サゴワームね。ちょっと息出てるよね、やっぱね。嘘メニューですね。はい、まあ油ね。この油で何作るか。天ぷらにしたいん。本当に、嘘じゃないですよ。今の匂いを一気に吸い込む。やっぱさっき食べた感じが俺らあるからかな。呼び起こされるのか、もう記憶が。まあね。今煙吹いてたよ。今煙吹いてた。これあげるもんじゃねえわ。そして。衣ね。あのね、しょぼくれてたやつが、なんか、復活した。なんかミイラ。顔向けてた。またやってんの。またやってんの。弱火ならいいんじゃない。じっくりみたいな。やってみ。これ俺のスマホの表面飛び散った油ですごいギトギトしているよ。緩いんすかね。終わっちゃった。そっちの。こっちの方に持っていきたいですね。どうしよう。ダメ、やっぱダメや。ダメだこれ。ほら、煙吹いてんもん。やばい。煙出してんの。やばな。煙。
膨張してる。絞んじゃったじゃないの。これ絞んじゃったじゃないの。じゃあ俺のみたい。俺の先っぽみたい。あ、高温でやるとカリッとなるから形と整うけど、低温でやると中身が全部出ちゃう。え、むしろじゃあ高温の方がいい。瞬間は来ると思う。いじんない、いじんない。あ、どうぞどうぞ、引いてもいい、引いてもいい。いや、もう行かない、絶対が俺絶対行かないもん。そんな行かないって言うんだったら俺行きますよ。え、どうぞ。あげ、ヒートした。美味しいって表現する人が世の中にいるのがすごい。はい、ということで3500円をドブに捨てました。なんでまあね、コオロギとか美味しかったからね。、うん、ということでこれを主食として食べる日が来ないようフードロスをなくして大事に大事に食事をしていきましょうという教訓ですね。